今回の動画では、キーノートと iMovie を使って結婚式動画とかでもよく見られる手書き文字の書き方についてお話ししていきます。このやり方を覚えれば、結婚式の動画を自作できるだけではなく、なんだか温かみのある動画を作ることができますので、視聴者の心をつかんであなたのファンにすることができるかもしれませんね。今までお伝えしてきたアニメーションの技術を応用すれば、そこまで難しくはないので、早速そのやり方を見ていきましょう。はい、どうもアクション村上です。まずはキーノートの画面に四角形で一面を埋めていきましょう。このパターンはもしかしてと思った人もいるかもしれませんが、はい、そうですね、グリーンバックを作っていきます。塗りつぶしで色を、黄緑色にしておきます。そしたら一旦このグリーンバックは動かさないようにロックをかけておきましょう。そしてあなたが書いた手書きの文字を挿入してください。この手書きの文字も背景が白とかだと編集がしやすいですね。インスタントアルファで白い部分だけを消し去りましょう。上にドラッグすると消す範囲が調整できますので、うまいこと黒い手書き部分だけを残すようにします。そしたらここから少し面倒な作業に入っていきます。コマンドシフトプラス P でペンツールを出現させて文字を一本一本消していきます。まずはアの文字を消していきます。アの横棒をペンツールで横に図形を作る感じで消していきましょう。そして横棒をうまいこと消していったら、縦も同じく書いていきたいんですが、ここでそのまま縦に書いてしまうと図形が2つ重なってしまいますので、上のちょこっと出ている棒だけを消していきます。もっとズバッといきたいですが、ここは我慢です。面倒と思うかもしれませんが、こういった感じで図形同士が重ならないようにその他の棒も図形で囲んでいきましょう。ここまで来たらわかるかもしれませんが、所詮無料のソフトなので、それなりに長い文字を書こうとするとかなり手間がかかってしまいますので、なるべく短い文字とかの時に使える効果ですね。根気強い方は長い文章でもいけるかもしれませんが、私は根気強くないので、今回はありがとう&ニコちゃんマークで許してください。はい、そう言ってる間に全てを作り終わったので、これも全て後ろの背景と同じ色にしていきます。仕組みを説明すれば、グリーンバックにしておいて、そこから文字が出現するように仕組んでいくということです。そういうことなので、このグリーンの文字隠しが消えるようにアニメーションからアクションを決めていきましょうか。ここまでくれば後ろのロックをかけたグリーンバックは必要ありませんので、不透明度をゼロにしておきます。そして文字の書き順をイメージしながら、アウトのところからワイプを選んで文字を出現させていきます。秒数や方向などをそれぞれ設定していきながら見ていきましょう。あのカーブのところが不自然だったので、ここも2つに分けてそれぞれワイプの方向と秒数を変えておきましょう。書き順をイメージしながら設定していきます。ビルドの順番を見ていきながら、全てを同時に作動するように設定して、遅れを 0.1 秒ずつぐらいに設定しておきましょう。すると一画を書いて 0.1 秒後にまた一画といった感じで文字が流れていきます。これで書いていくんですが、ぶっちゃけこれは大変ですね。ということで、もう一つ楽な方法を教えます。はい、先ほどと同様にペンツールを使うんですが、もう文字の上からそのままなぞっていきましょう。そうしたらアウトのところにある線描画を選ぶことで、何個も図形を作らずとも線を引くことができます。だったら最初からそれを教えてくれよっていう話なんですけれども、方法は一つだけではないということですね。これはどんなことを学習するときにも言えるんですが、ただ教えられたことをそのままするのではなくて、どうすればもっと効率的に、そして楽にできるのかということを常に考えておくと、上達するスピードがどんどん上がっていきます。これは仕事でも受験勉強でも、またゲームをする時でも同じです。楽をしたい、効率的に終わらせたいというのは悪いことではなくて、そういった気持ちが実は人類を進歩させてきたんです。ちなみにこういったテクニックをハックと呼びますが、勉強や仕事、ライフスタイルをハックする方法を知りたい人は、また別に準備している動画をご覧ください。ということで、このようにおしゃべりをしている間に、だいたい全ての文字をペンツールを使いながら囲み終わりました。そしたら今度はこいつらに全てアニメーションをかけていきましょう。一本線だけのリとかいう文字には線描画で十分ですね。線描画も書くまでの時間を考えて調整していってください。ちょっとがの文字がアニメーション的に良くなかったので書き直していきます。
最初に曲線を1本書いておいて、縦の線をあのように2つに分けておくと良さそうですね。まあたまにはこんなミスもありますが、修正してまた続けていきましょう。そんなこんなで全てにアニメーションがかかるように一つずつ調整をしていってください。この時も意識することは、出現するのにかかる秒数とワイプを使うのであれば方向も注意しておきましょう。線描画の場合は線を描き始めたところから描画が始まるので、書き順通りになぞっていれば大丈夫です。ということで、全てにアニメーションをかけておいたら、これからビルドの順番を見ていきます。するとめちゃめちゃたくさんの要素があるんですが、全てを一旦前のビルドで発動するようにくっつけます。そしてそれぞれを一旦 0.1 秒で発動するようにしますが、全体的によく見えるためにこれらを全て一つずつ調整していきます。中には描画に 0.5 秒とか結構長い時間かかっているものとかがありますが、そうなると一つの文字を書いている間に次の文字の描画が開始してしまいますので、1文字ずつ描画されるように時間を調整していってください。ここは多少時間がかかるかもしれませんが、全体的にスムーズに文字が書かれるまで調整を繰り返していきましょう。そしてなんとか全体的にいい感じで描画がされましたら、後ろのグリーンのロックを解除してグリーンバックに戻しておいてから、再生のところから記録をしていきましょう。ここは全て一括でアニメーションされますので、特に難しくはないですね。ということで、ここで書き出したら、ついにグリーンバックを使ったキーノートの作業は終了です。長かったですね。ここまでですでに30分以上は経過しております。そしたらこれから iMovie で編集をしていきますが、ここは一瞬で終わるので安心してください。iMovie に文字を入れ込みたい素材を挿入しておいたら、あとは今作ったキーノートグリーンバックの素材を上に入れ込んで、グリーンブルースクリーンを適用して文字の部分だけを表示すれば OK です。はい、ここは簡単でしたね。もうこれで手書きアニメーションが完成です。もし背景の色が被ってしまって、文字の色を白に変えたいといった時は、クリップフィルターのところから X 線というのを選択すると黒の色が反転しますので、白い文字で表示させることもできます。最後の部分の秒数を変えたいときは、速度エディタで最後の部分の止まっている部分を引き伸ばせば大丈夫ですね。はい、ということで今回の動画は以上です。それではここまでご覧くださり本当にありがとうございます。もしこの動画がためになったなぁと思ったら、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいので、よろしくお願いいたします。またその他の動画でも驚きのテクニックを紹介していますので、ぜひお気に入りのドリンクを準備してゆっくりご覧ください。それではここまでご覧くださり本当にありがとうございます。